はい、どうも皆さん、こんにちは、きなです。今回は、レジェンズフェスティバルのね、第2弾の新キャラクターについて考察していこうかなと思います。来週からね、早かったら始まるんじゃないかなとか言われているんですが、はい、まあその根拠とかね、あと、今回の新キャラクターのヒントっていうところもね、踏まえて喋っていこうと思います。はい、まず、今回のね、新キャラクターのヒントですね、このイベントサンフリーザー、そして、覚醒サルベージですね。の全開覚醒が、今週に行われたんですよね。で、よくね、この横向きのイベントさんキャラクターが登場した翌週にね、新ガチャさんキャラクターが来ると言われているんで、まあそういったところでね、来週の水曜日に来るんじゃねえかとか言われているんですが、まずこのフリーザですね、こちら、Z のフリーザ編でしたね。なんで、まあ、ナメック星編でね、戦っているフリーザの、ものとなっていました。で、もう一体のサルベジ、これサイヤ人編ですね。はい、初めて地球に襲来した時の、ベジータがね、リミテッドで覚醒したわけなんですが、この2体からね、考えられるところを、まあ、紹介していこうかなと思います。それぞれエピソードが違うんでね、ちょっと考察しづらかったんですが、はい。こちらになりますね。この6体がまあ、可能性としてはありそうなんかなって気はしていますね。はい、まずは、まあ、ラディッツ見よっか。ラディッツはね、まあ、LL ってことはないと思うんですけれども、通常 SP の、なんか、副産物みたいな感じで入ってきそう。ラディッツプラス、まあ、サイヤ人襲来の、ベジータとかがリミテッドで来たりするんかな？はい。で、もう1体バーダックですね。ラディスと悟空さんのパパ。いや、このキャラクターはね、僕、フェスティバル始まる前からずっと、考察していたんですが、まあ、今回のね、この、強化、来たやつと新キャラクターですね、を見ると、なんかちょっとサイヤ人っぽいね、感じがするんですよね。なんで、新キャラクターのテーマはサイヤ人になってくるんじゃないかなって思って、それぞれね、エピソードも違うんで、まあ、ちょっとあれなんですが、まあ、バーダックもね、可能性としてあるんかなというふうに思いましてね、特にま、フリーザとね、対峙していたり、楽しみっすよね、バーダック来てくれたら。バーダックの新キャラクターは、フェスティバル第2回が終わった直後のリミテッドか。なんで、もうほぼ2年ぐらいね、登場してないっていうところがあるんで、ま、いろいろ、ま、大演出として出すそうですね。はい。で、続いてこちら。海洋剣悟空ですね。これはナメック星編じゃなくて、サイヤ人襲来編の地球でね、使っていた方の海洋剣になってるんですが、このね、3倍、4倍のね、海洋剣っていうのは、マジでずっと来てないんですよね。うん。で、リミテッドで実装されたこともないんで、まあ、めちゃくちゃ可能性としてはありそう。で、今週にね、強化来ていたこちらですね。サルベージの、対象となっているキャラクター。戦ったね、キャラクターでもあるんで、まあ、一番なんか、今回紹介しているキャラクターの中では、ありえそうかなっていう気はしていますね。はい。で、海洋剣つながりで、こちらですね。20倍海洋剣の方。フリーザがね、登場したということで、フリーザと対峙していた海洋剣で言うと、こっちなんですよね。で、20倍海洋剣も、もう2年ぐらいかちょうど。はい。リミテッドでは登場してないし、こいつ通常 SP なんでね、登場したのも2年前。っていうところで、まあ、まだまだ作れる演出もありそうだし、楽しみですよね。はい、で、フルパワーフリーザもね、ちょっと、まあ、言われてたりするかな。イベントさんフリーザで、で、この前ね、ナメック星編のね、キャンペーンっていうのが、来てたんですけれども、バカ野郎悟空が出て、フリーザがね、登場してないっていう、ちょっとなんか、なんとも言えない状態で終わっちゃったので、まあ、なんかフリーザの新キャラクター今回来るんじゃないかみたいな、ことはちょくちょく耳にしますね。うん。なんでまあフリーザ。敵側のね、キャラクターがまだフェスティバル入ってからね、新キャラで来ていないんで、まあまあまあ、あるのかなって気はしますね。で、こちらナッパですね。ナッパも全然 SP としては実装されてないし、こいつのね、アニメの絶望感ってマジでやばかったんですよね。はい。なんかあんまり人気はないと思うんだけど、まあ、なんか、来てもいいんじゃないかなって思います。で、リミテッドで出すんだとしたら、まあ、復活かな？復活ラッパで、ベジータに投げ飛ばされて交代みたいな、そんな形を取ってきそうだなって気はしていますね。ナッパ単体で出すことは、まあ、リミテッドではないんかなっていう気はしています。はい、で、今回のレイドボスもね、海洋剣悟空っていうところで、なんかちょっと怪しいですよね。まあ、サルベージが覚醒したんで、まあ、それと対峙してるっていうのがあるんですが、なんかやっぱ、うん、とにかくね、サイヤ人とか、あと Z の上半期ですよね。サイヤ人編、ナメック星編、まあ、人造人間セル編、まあ、人ブー編みたいなね、感じで4つに区分したら、まあ、そっちの前半のね、
方が来そうだなっていう気はしていますね。なんで結構サイヤ人のストーリーとかに濃く絡んでいるキャラクター。まあ、ナメック星編関連のね、敵キャラクターとか、まあ、そういったところが来そうかなって気はしています。あと、ね、今日からかな、復刻しているガチャがあるんですよね。はい、こちら、恐怖のギニュー特選隊と言ったわけで、謎のね、このタイミングでレジェンズメガライチングのギネ特戦隊3体が、復刻しているんですよね。これめちゃくちゃなんかダメック星編を匂わしてるなって思ってるんで、なんかやっぱ新キャラクターはフリーザ軍とかダメック星編のキャラクター来そうだなって気はしています。このタイミングは明らかに怪しいね。はい。ってことで、まあ、とりあえずね、今回は軽くね、ヒントとかから考えられる新キャラクターっていうのを考察してみました。皆さんどんなキャラクターがね、来てほしいかとかぜひともコメントで教えてもらえると嬉しいです。少しね、ガチャ動画、おまけにつけて終わりにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。なお、来た！よし！こら来たわ！さすがに！もうやめろよ！待ってもう！もうなんだよ、お前系なんかガチで説明してくれよ！もう、もう、おかしなよ、これはもう！もう！今何起こった？なんか LL と間違えてねえか、デンクスのこと。いや、もう絶対いけないと、いけない演出じゃん、あれはもう。あんなん2回も外す人間おる？ちょ、あー、やばい、おかしくなりそうだ。もうすでに血管の3分の1はなくなってる。いや、ブルーで勝つか。あれでリミテッド来ないのもうダメでしょ。もう最近調子悪いなんてもんじゃないな。いや、リミテッド来いって。ちょっとマジ何を信用すればいいんだ、ここからの演出。ちょっと飛ばそう。やばいやばい、ほんまにやばい。ちょっととんでもない、過去一エグいことになってる。これ引いたら一応無料10連引けるんで、ちょっと待って、もう会ったことある？普通に。もう、気おかしなる、今のは。今のはマジで頭おかしなる。脳細胞が破壊される演出や。つら。普通に考えてやばすぎるだろ。あお。いや、背景自体は悪くないけど、やばい、めっちゃ毛抜けてる。めちゃめちゃ毛抜けとる、普通にリアルに。金ね。ブロリー。いや、もうブロリーしか信用できないって、マジで。いやー、やばい。ちょ、なんか僕したかな、最近悪いことを。え？なんか知らん間に、犯罪とか5件ぐらい犯しちゃってんのかな？全く身に覚えないんだけど。おー、5周年ガチャになってる。ちょっと待って待って待って、5周年ガチャ！もういい！もう！もうこれ以上いじめんのやめてくれよ！はい、なんかよくわからないね。ガチャパックみたいなのも買ったんで、これで格付けが引けるらしいんで、見ていこうかなと思います。でも、そんな、なんか安くなかったね。各地系1枚ずつと変なアイテムがいっぱいついて1500円みたいな感じだったんで、そんなおすすめではないかなと思いますね。で、5% で LL 引けるって言ってんだからさ、もう、これ5回よ。結構な数よ。で、前回のゴジータの時も腐るほど引いてるから、俺引けないんだよね。これ絶対 5% 嘘やわ。マジで出た試しない。はい、ということで。いや、やばい。さっき根血の方でマジでボコボコにされたんで、こっち引こう。いや、いくらさ、ゴテンクスが3体出てるといえどさ、この引きはやばい。タオパイの宇宙ね。ちょっとこれは、速急に新キャラクター引いてもらわないと、帳尻合わないな。はい、金ね。最近の LL マジで相性悪すぎるな。え、総裁？なんだこれ。何演出これ。ちょっとわからへん。どういう意図だ？ LL 出るよな。やばい、出ないやつだ、これ。つらっ。ちょ、待って、最近ほんまに、
ちょっと殺傷能力高すぎるって。最近のレジェンズはもう普通にきついんだが、料理ダメですこれは。あー、なんか出てる。ちょ、副産物多すぎ、マジで。もうもうリミテッド、あーきつい。もう 0.5% やめてくれ。母体でさえこんだけ当てんのきついの、やばいぞマジで。ちょっと飛ばそう。ちょっとやべだ。あっ、よし、こっちは引けていく。危ねえ。わあ、もうよし、とりあえずね、よしよしよし、もうこっちはもう一旦嫌じゃ。